待ち合わせの時間そろそろかな。私たち早く着きすぎちゃったね。うん、そうだね。そういえば今日は望月さんの他にもう一人来るんだよね。結崎奏さんって言ってたけど、その人って確かあの時助けてくれた人だよね。お待たせ、いちかちゃん、草薙さん、ほなみ、それに奏さんも二人で一緒に来たんですね。うん、こんにちは星野さん。それとあ、やっぱりこの人だったんだ。あのその、お正月のショーの時ピアノを弾いてくれた方ですよね。あのショーに出てた。はい、あの時は助けてくれて本当にありがとうございました。ううん、あそこでショーが終わっちゃうのはもったいないなって思って。こちらこそ楽しいショーをありがとう。二人とも、もう知り合いだったんですね。そうだったみたい。でも、こうして話すのは初めてかな。それなら、改めて紹介しますね。草薙さん、こちらは結崎奏さん。音楽サークルで活動していて、作曲を担当してるの。実は私、前に奏さんに曲作りのやり方を教わったことがあるんだ。曲作り、すごいな。それで、こちらが草薙ねねさんです。草薙さんは歌がすごく上手で、私も時々教えてもらってるんです。そうなんだ。星野さんが教わるくらいだから、本当に上手なんだね。いえ、そんなこと。ほなみ、どうかした？あ、ごめんね。二人とも、いちかちゃんの先生なんだなって思って。そういえばそうだね。草薙さんは歌の先生で、奏さんは曲作りの先生だし。それに今日は、ほなみも先生だね。キャンドル作りを教えてくれるわけだし。本当だね。そうだ。望月さんも今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。草薙さん、もしよかったらなんですけど、同い年ですし、敬語はなしにしませんか？うん、そうだね。その方がいいかも。それじゃあ、よろしくね、望月さん。